おはよう。てか、遅刻ギリギリじゃん。大丈夫？結構汗かいてるけど。俺のハンカチ、貸してあげるよ。遠慮なんて別にいいよ。汗かいてたら、誰だって嫌でしょ。髪もボサボサ。今日風強かったからな。ほら、直してあげるから。こっち来て。距離が近い。そう。いつもこんぐらいだろ。それより、髪、いい感じになってる。素敵だよ。素敵。おっと、そろそろ、1時間目の授業が始まるな。たまには、一緒に行く？それじゃ、行こっか。疲れた。なあ、今日、一緒に遊びに行かない？ん？そんなに驚く？意外だった。ま、あんまり自分からは誘わないか。どこに行くのかって？まあ、ついてきてよ。君と二人で行きたい場所があったんだ。じゃじゃーん、着きました。ん？俺の家だけど。まあ、たまにはさ、二人っきりでゆっくり、うちで遊ぶってのも悪くないかなって。ま、入ってよ。どうしたの？来ないの？おいでよ。大丈夫だから。そら、上がって。飲み物何がいい？じゃあお茶で。オッケー。はい、お茶どうぞ。さて、何して遊ぼっか。これやってみたかったんだよね。ッキーゲーム。なんかおかしいかな。いや、こういうのはさ、他の人がいたら、やりづらいじゃん。それとも、俺と一緒にやるのは、いや、ポッキーゲーム。いいでしょ。それじゃ、ちゃんと加えてね。ほら、目。すっごい距離近いね。確かにこれはドキッてするかも。そんじゃ、いくよ。ほら、そっちも食べてよ。進まないじゃん。もうちょっと。やばい、緊張してきた。手握っていい？もうちょっとで、ついちゃうね。あとちょっと。あと数センチ。折れちゃった。残念。この場合って、どっちが負けなんだろうね。わかんないか。それじゃあ、もう一回やって、確かめてみる。してよ。もう一回。でしょ？